編集部モグツマイシャーの皆さんこんにちは。よいしょ。柳沢ビーです。はい、なんとですね、海外からこんなでっかい謎の荷物が届きました。っていうのはまあ半分袖、まあ、謎って言ってるんですけど、ぶっちゃけ中身は知ってます。うん、でもね、謎って言っとけばあれなんかこうみんな見てくれるかなと思って、まあいわゆる YouTube あるあるって感じで謎の手にしてるんですけど、ぶっちゃけ、うん、中身知ってます。なんならね、私ね、もう本当にね、すっごい待ち遠しかったんですよ。もう本当にね、もう会いたかった。これね、本当は今年の1月にね発売予定だったんですけど、もうね、延期に延期に延期で、気づいたら12月、うん、12月に入ってから届きました。もうすごい待ちましたね。で、今日はちょっとね、この喜び興奮をちょっとみんなとね分かち合いたいなと思ってちょっと動画をね撮りました。はい、もう開けずに待っておりました。というわけでね、早速開けたいと思います。で、ちなみにこれ値段は10万ほどしました。でも高いって分かってるんですけど、それでもどうしても欲しかったんですよ。なのでね、ちょっと開けるのがすごいね楽しみなんですよ。若干今ね興奮しすぎて日本語がおかしいんだけど、まあいいや、開けていきましょう。とりあえずね、ここまで出しました。もうね、これ見たらもう中身なんだか皆さんね、すぐわかると思うんですけど、はい、そうです、あれです。はい、ハルツバスターです。はい、で、今回私が買ったのはもう一番クオリティが高いと言われているホットトイズのハルクバスターをね、今回買ったんですけど、あのですね、他にも出してる会社って結構あって、あのバンダイさんからもあの SH フィギュアーツからあのハルクバスター出てるんですけど、まあね、多分結構中にはちょっと我慢できずに、まあちょっと値段が安くて、まあ、早めに発売された、まあ SH フィギュアーツ買った方もね結構いると思うんですけど、まあ私はホットトイズですね。はい、チェケ。というわけで、これもね開けて中身を見ていきたいと思います。ふふふふふ、おいしょーのすけー。はい、もうね、見てこれ、アイアンマンって彫られてるな、発泡スチロールに。もう捨てるに捨てらんないじゃん、発泡スチロールめっちゃ邪魔なのに。何これすごいよ、すでにやばいんですけど。で、これね、これなんかさ、ここにさ、こう、指をね、突っ込むとこがあるんだけど、これなんだろうね。これ開けれることができるっぽいんで、ちょっと開けてみようかね。よいしょ。お、え、おー、嘘、やばい、マーク43が入ってるんだけど、え、ひー、すんごいんだけど、やばい。もうこの時点でだいぶね気持ちがちょっと満足しつつあるんですけど、よいしょ、こいつで一回閉めて、はい、じゃあいよいよ、行きますよ。よいしょ。あらららら。
やばい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 。じゃじゃーん。うわー、やばいんですけど。すごい。すごすぎる。なんだろう、この、言葉足らずな感じ、私。いや、でもすごいんだよ、とにかく。やばい。うわ、早く出したい。素敵。はい、というわけでね、もう待ちに待ったハルクバスター。ついにね、箱を開けることができて、早速ね、出したいなって思うんですけど、それは、次回お披露目したいと思います。うん、結構ね、多分みんな、はぁ、もうさっさと出しちゃいなよって思う方がね、多分半分以上出ると思うんですけど、うん、だって10万だよ。うん、これケーキだから、もう私細かく細かく出していくよ。もう文句言われようが、私はもう細かく出していきます。はい、というわけで、次回はこれを箱から出して、もっと細かいところをね、ちょっといっぱい見ていきたいなと思います。というわけで、本日の動画はここまでにしたいと思います。最後まで見てくれて本当にありがとうございました。よかったらグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは See you next time. Bye.